8時19分です。おはよう前橋からお送りしております。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香とあっしーこと関谷です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあというわけで、群馬県内新型コロナウイルスの感染者は前日から5人増えまして全体で146人。はい、昨日ですね1人の方がお亡くなりになられて、死亡者数ですね15人となりました。はい、はい、皆さん今日も密集密閉密接の3つの密を避ける行動を心がけていきましょう。はい、また手洗いうがいはもちろんなんですけど、うん、あと大切なことはありますね。朝1日1年違います。いや大切です、これは。1日1膳、1日1膳もめちゃくちゃ大切かもしれませんけど違います。はい、違います。十分な睡眠をとる。あー睡眠か。免疫力を落とさないことが大切です。あ水分補給、水分補給、なんか15分に1回水分取るといいらしいですよ。アッシーさん先週もそれ言って帰ってきましたよね。いやそれ言ったけど MM の人誰も信じてくれなくて、まあ大変なこと言ってるよって目で見ますけどそんなこと言ってた。テレビで専門家の人が言ってたんだもん。だっての喉を潤す、なんだろう、流すと、うんうん、喉が乾いちゃうと、うん、なんかウイルスが肺に入っちゃうから、ね、どんどん水飲んで、はい、胃に流しちゃえば胃酸がやっつけてくれるって言ってたんです。みんな実はそれ知ってましたよ。なんで疑いの眼差しで、あっしはまた変なこと言ってるっていう。そう、でもみんなそこは、はい、あもうはいはい、あっしさんあっしさんはいはいっていう感じっていう一個のネタです。いやもうこれはいじめですよ。違いますよ、からかいです。はい、というわけでね、あの外出先でもね、はい、あのアルコール消毒とか、うん、あとソーシャルディスタンスなどね、お互いが協力し合えたらいいかなと思います。うん、やむを得ない時は ね外に出ることもあると思いますので、今我慢することは自分にとってもそしてあなたの大切な人の命も守りますので、うん、はい、一人一人ね今日も対策しっかりとって頑張っていきましょう。はい、で、結構すごく、なんて言ったらいいんだろう、ほっこりする話題が朝ありまして、はい、皆さん毎日ね、まあ、ゴミを出すと思うんですよ。うんうん、例えば今使ってるマスク、使い捨てマスクの人もゴミ箱に捨てるじゃないですか。うん、いろいろご飯食べたらゴミ出したりとか、そういったものの、清掃員の方がいるわけで、ゴミを収集してくれる方、はい、その方に向けて、ある前橋市のね、男性、がですね、はい、ゴミの袋にそのなんだろうな、収貨の方々へって言って貼り紙を書いてあって、うん、はいはい、このような状況下で私たちの生活を守るため変わらず集荷作業をいただきありがとうございますって、感謝の思いでいっぱいですって、皆様のご家族の方々も心配されてると思いますが、どうぞお気をつけてください、本当にありがとうございますっていう。はー、紙よね、すごい、ゴミの袋にこうペタって貼って。それどこのゴミステーションですか？あ、これは前橋市西部清掃事務所の方が見つけたそうなので、ちょっとそれコピーしたいな。ねえ、これいろんなとこに貼りたいもん。あっさんがコピーして、コピーして自分のところで貼ってください。ここにも書いてあるっていう。いやでもなかなかできないですね。いやなかなかできることじゃないし、こう清掃員の方々もやはりこうマスクとかが捨てられてると、まあ、ウイルスがついてるかもしれないじゃないですか。だからお掃除するのもね結構今怖いと思うんですよ。そういう考えになる方がいる、はい、本当にいや尊敬ですね。はあ、ねえ、なんか自分が情けなくなってきますもん。どの辺がですか？だからそういう頭に、あ、そう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 、考えっていう風に、あそこまでならなかったなってところ、もっとやっぱ視野を広くして、今いろんな方がねえ、そうですね、まあ最終極限言ったらゴミのない世の中にしたらそれがないんじゃないですか。まあでもマスクとかはさいや使い捨てマスクとか使ってる方とかもさ仕方がないしさ、なんかあれエアマスク、うん、エアマスク何もなくてもマスクみたいな何を言ってるんでしょうか。開発されたらもうゴミが出ないじゃないですか。究極やっぱゴミのない世の中だと思います。さあっとメールに行こうと。で今日はねほっこりしたお話でした。素敵ですね。では今日のメールのテーマ関足くん行きましょう。どうぞ。はい、みんなで考えよう第1弾。はい、なぜ家にいると喧嘩になるの。はい、今ステイホームということで、はい、夫婦限らず兄弟、うん、ねえ、
お父さんと子供とかいろいろと喧嘩になりやすい環境かなと思うので、はい、みんなでね明るく解決できたらなということ、うん、ラジオネームキングヤスさんからです、はい、皆さんおはからです。おはから夫婦の場合多分天守元気で留守がいいというキャッチコピーのように、うん、家にいて何もしない天守にイライラが募って喧嘩になるパターンが多いのかなと思います、うんうん、ただうちではですねと家のことをあれこれやってもらえるからと私が家にいることはむしろ望まれている感じなんですと、うん、おまずは家のことをやったり妻と一緒に過ごしたり話をした上で趣味とか自分の好きなことをするようにしています。このバランスは難しいんですかねと、うん、喧嘩するほど仲がいいという言葉もありますが結婚して約25年、ほどほど喧嘩することなく平穏に過ごしてきたのでうちはこのままでいいのかなと思っていますと。素晴らしい素晴らしい。やっぱりこの家のことをやるっていう旦那様がですね奥様方にこう重宝されると思いますそうですね。やっぱその、うん、お父さん働い男の人としては日頃働いて家にお金やってるんだから休みの日ぐらい休ませてくれよっていうけどお母さんとかは家事洗濯毎日やってんだからいつや手伝ってよっていう気持ちがあるわけじゃないですか。それプラス今はみんな共働きが多いですからね。あ素晴らしいですねこのバランスが、素晴らしい。キングヤスさんラジオネームエイトママさんです。はい、おエイトママさん来ましたね夫婦といえば我が家は喧嘩したことがありません。お素晴らしい。 あれと言ってもすごく仲がいいってわけではなく、うん、ただ会話が少ないだけなんだと思います、うんうんうん、不満があっても口に出してないので、うん、ストレス溜まってますと。なるほど。うちの旦那さんは家でのんびりするのが苦手で、うん、とにかく動いてないと逆に疲れる人なので、うんうん、休みの時はジムやランニングに行っていました、はい、私もその方が自由に動けるので気が楽でした、うん、今日は何するの予定はと毎日のように聞かれるのですが答えてもすぐ忘れるし今はどこへ出かけるわけでもない時期なのでそれもそれでストレスになるんです。愚痴になってしまってごめんなさいといただいております。いやー素晴らしいですね。喧嘩がないっていうのはいいと思います。うん。ただエイトママちゃんって結構その旦那さんのね、うん、なんて言ったらいいんだろうな、まあ本人が愚痴と言ってるので愚痴と言わせていただきますけどおいただくんですよ、うん、それに対してこう皆さんが、はいはい、結構リスナーの皆さんが解決してくれる一個の流れなんですけど、エイトママさんちょっと今日のメールは多分アッシーに言っても解決なんないと思ったんじゃないですか。あ、なるほどね。アッシー喧嘩がないから分かんないから。ちょっと難しいんですよね。なるほどね。ラジオネーム不登著塾講師さん。はい。皆様おはからです。おはから。喧嘩する相手がいないから分かりません。うん。っていうメール、自分以外に何通来てますか？はいはいはい。アッシーもそうです。明日抜けば不登著さんだけです。ちょっとまあ、かわいそう。みんながみんな喧嘩してるわけじゃないんですよラジオネーム富岡のアリオンさん。はい。あ、富岡のアリオンさんちコミュニケーション取ってるから、うん、喧嘩にならないって。いたここにも、奥様方より私の方が 5.5 歳上なのも、うん、幸いしているのか結婚当初から喧嘩らしい喧嘩はしたことない。うん。私が思うにコミュニケーション不足なのではないでしょうか、うん、それとも私の懐が深い、うん、はたまた奥様が我が強い、あ、我慢強いだ全然違うことになっちゃう。これ逆じゃない申し訳ない。我慢強い。なんかお墓のリスナーの皆さんなんかすごい全然喧嘩してないじゃないですか。いや、いいと思う、ね、いいことですね。もうそんな喧嘩してるイメージないですよ、このね、その世の中が。世の中がしてるんすか。なんかそのよく聞くじゃないですかあ、この話はまた後ほどお待ちしております。
時刻は8時42分です。おはようめばしからお送りしております。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香とあっしーことせいきあっしーす。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあさあさあ、はい、ちょっと希望の光が見えてきた話題がありまして、はい、コロナウイルスの治療薬、こちらが早ければ5月上旬にも承認できるかもしれないっていう情報が入ってきまして。こんな急に。そうなんです。はい、今開発中のレムデシビルっていうコロナウイルスの治療薬があるみたいで、これはきちんと日本のそういう関係も携わってるみたいなんですね。で、これは重症患者に対して使うお薬なんですって。で、これの承認されるまで本当は1年ぐらいかかるんですって、うん、だけど日本はこういう作ったりとか検査とかするのに携わっていたから期間を、携わっていたからごめんなさい、1年ほどかかるんですけど、うん、今はこのコロナウイルスのこの状況があるので審査期間を短縮して承認できることが可能なんですって、うん、でさっき言ったけど日本が携わっているのに対してはこのレムデシビルっていう在庫がほとんど今ないんですって。だけど日本は携わっているので一定の割り当てがあるそうです。うーん、でもじゃあその大量にはないってことなんですね。うん、そうみたいです。ただ日本は、アメリカとそういうふうに、研究とかもいろいろとしてたので、アメリカから調達できる少量だとね、どう使うのかが難しくないですか。ただないよりかはもちろん、そうですね。でも重症者がいっぱい出たら誰に使うみたいな、ねえ、難しいっすよね。そこまでないってわけではそこね、なさそうなんですけど、で、軽症者って言い方はあれですね、なんて言ったらいいんだろうな、その重症ではない、軽症者で書いてあるんで軽症者ってお読みしましょう。軽症者はですね、今新型インフルエンザ用の治療薬のアビガンっていうものを使用できるようになっていまして、例えば石田純一さんとかは、このね、アビガンでね、良くなったっていうね、お話も聞きますもんね。はい、今すでに2000例以上の方が、2000人の方ですかね、使われてるということで、本当に症状改善に効果があったということで、お薬ちょっと分けながらね、対応していく、ということですね。もうなんかちょっと希望の光が、いやでも本当にこう、亡くなった方とかがいるから、もっとね、早くね、そこだけは悔やまれますね。しょうがないんですけど、 それがあれば助かった命があったと思うとね、本当ですよね。ただ、本当にこれ以上、お亡くなられる方が増えないためにも、こういう薬のか、ね、お薬を、開発とかねしてくださってる方がいるから、本当に感謝の気持ちでね、紙に書いてお薬を作ってくれてる方へあなたのおかげで助かりますって書いてさっきの清掃員の話しないでくださいよでもどこに住んでるか分かんないから、うん、体に貼って歩いてようかな変な人だと思われるからねでもね、なんかすごくね嬉しい情報だなと思いました、はい、では今日の皆さんからのメールいきますかね。今日のテーマお願いします。みんなで考えよう第1弾、なぜ家にいると喧嘩になるの。はい、今はステイホームということなので、いろいろとね、喧嘩が起こりやすい状況なんですってでもなぜかリスナーの皆さんは家によるんじゃないですか。もうそれ言ったってのも話が、ね、そうですけど、はい、あれですけど、やはりいろいろ問題に、なってるみたいですね。ただ前半結構お墓らリスナーさんは、円満ね、いいことですね。喧嘩するうちはお墓ら聞かないと思うな。何それ。わかんないですけど、もうラジオとか本投げちゃうもんだって。何よあんたって、だからお墓らが聞けない状況であると思うんですよ、喧嘩してるうちは。そうなんですか。はい。ラジオネーム、今日だけは匿名希望さんからいただいております。おお、ってことはいつもメールくれてる人だな。そういうことですね。今日のテーマ、みんなで考えよう第1弾、はい、家にいるとなんで喧嘩になるの、これですが、喧嘩の理由は苛立や不満、ストレスなどいろいろあると思いますが、喧嘩するのは普通のことだと思います、ですが詳しいことはあんまり言えないんですけど、
元パートナーは相手のことも考えないで自分の意見しか言わず、うん、何でもかんでも自分が一番偉いんだと言い出し、うん、人の意見も聞き入れず、しまいには浮気されるまで話にならなかったので離婚しました。朝からリアルな話をしてすいません。今日は匿名希望ですといただきました。サトシさん、ちょっと交代してください。アッシーにはこのテーマ難しいですよ。なんでアッシーさんだからこそ、ほら明るくねえ。そうっすね。でも浮気する人が悪いというとあれだけど、なんですかね。まあアッシーは平和主義なんで、争わないように怒られないように生きていきたいので。でもほら、違うね、お互い道を歩んだということで、うん、ね、この経験があったからこそ、ね、はい、今のね人生に匿名希望さんは絶対生かされてると思いますのでね。うん、ね、その浮気島作ったらいいと思うんですよ。浮気する人はもう浮気島に島流しにして、今日何個作るのよ島を。帰ってこれないようにしたね。今日朝一発目パチンコ島作ったでしょ。そうそう、それがちょっと好きだったんで自分だからハマっちゃった。ラジオネームももじいさんからです。はい、あーちゃんあしさん皆さんおはからです。おはから、あーちゃん、いつも元気と笑顔をありがとう。アッシーさん、いつも元気と動画をありがとう。はい。ありがとうって大事ですよね、と。うんうん、こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。今日のメールのテーマは、どうして喧嘩になるのですが、うんうん、父ちゃん元気で留守がいいという言葉がありますが、うん、私はそれは元気で仕事に行っていることだということだと思います。うん、今は新型コロナウイルスのせいで、父ちゃんが家にいることが多いので、うん、しかも家にいて何もしないで、朝からお酒飲んでゴロゴロ。せめて子供の面倒を見たり遊んだりしてくれるのならまだしも、何もしない。奥様は朝から家のお掃除、洗濯、ご飯の支度、旦那がお酒を飲むって言えばおつまみの用意が増え、掃除するにも旦那がゴロゴロしていて邪魔、遊んでる子供を見てうるさいと怒鳴る。せめてお庭の草むしりくらいしてくれればいいと思いきや、ゲームやテレビを見ていて動こうとしない。そりゃ奥さんもぶち切れますよ、喧嘩になりますよ。何もしない旦那さん、自分も含めてなのですが、せめて自分のことは自分でしましょうね。そして奥様にありがとうを忘れないことが大事ですよね。男どもにしも、にしみろ。何、にしみろ、にしみろってことじゃないですか。群馬弁かもって。え、にしみろ、身をしみ、しめろ。え、そのこと、見しめみろって言うんですか。見しめろって言わないですか。まあ、え、マイメロみたいな。いやいやいや、もっと見しめなさいとか言わないですか。あ、見しめなさいとは言うけど、多分そういうことじゃないですか。あ、そういうことね。きっと。初めて聞いた。ですって、アッシさん。いただきました、はい、メールを。完璧だと思う。まあ、ありがとうはね、やっぱ、家族だったり、あんま、こう、親しい仲だと言いづらかったりとか、言い忘れたりしますけど。ありがとう言ったらちょっといいんじゃないでしょうか。そうですね、ありがとう、はい、うん、頑張ってますね、アッシさん。ラジオネーム高崎のパパさんからです。人はもともと自分勝手でわがままなものです。自分がやりたいことを阻害されると、阻害する対象に敬意を感じてしまうものです。同じ家に複数の人が集まると、自分の好き勝手にはできなくなるから喧嘩になるんだと思います。だから共通の興味が持てるテレビを見ているときや、共通の話題でおしゃべりをしているときなど、全員が同じ目的に向かっているときは喧嘩になりません。仲良くいられる秘訣は？そう、共通の趣味を楽しんだり、それぞれのプライバシーを尊重することが大切なんだと思いまーす。いただきました。うん、愛妻を理解してくれーと叫んであります。いいことですね。ラジオネーム、酒太郎さんからです。はい。家にいると喧嘩になるのか？いや、その前に新型コロナ、基礎疾患がある方はご注意を。はい、え、アッシーくん、大丈夫？だってアッシーくんは大声依存症だし、観客冷凍相乗群でしょって。やばいやばい、いそひ、アッシーくんに防護服買ってやんなと。買ってください、お願いします。アッシーさんの声は防護服なんかで収まりきれません。ええ、さて、家庭で喧嘩。まあ誰しも母親なんかね、うっさいなぁと怒鳴ることも、うんうん、やはり家族身内では甘えというか慣れがあるからね、仕事現場でうっさいなぁとは言えないよね、うん、確かに。言える存在と言えない存在があるから、うん、言えるってことは親しい仲ってことじゃないですか。そういうことですね、うん、確かに。でも親しき中にも礼儀ありってよく母に言われますよ。これは礼儀あり、中にも親しきありですよ。
ラジオデーブトゥーパープスさんからです。私の家はお互いに言いたいことを言っているので、外から見たらいつも喧嘩しているように勘違いされるかもしれませんね。私が長い間海外に住んでいたり、家族が離れて暮らしていたこともあるので、今は一緒にいるだけでありがたいと考えています、うん、どんなことがあっても最後は家族です。私には何者にも変えがたい尊いものが家族です、といただきました。そうですね、あの志村けんさんだったりですね、岡井久美子さんだったり、うん、ねえ、本当にご家族の方の気持ちをね思うとね、そうですね、うん、こういう風にコロナウイルスでね、お家にいなきゃいけない、いやいやいや入れることが、うん、でもなんか足はいつもあんま家にいなかったんで、はいはい、寝るときとご飯食うときしか家にいなかったんで、うん、こう家にいる時間増えて親と一緒にいる時間増えたから、うん、なんか前よかった、いいっすよ前より、うん、はい、うん、まあ会話はあんましないですけどなんか一緒に入れるっていいんだなとは思いますけどね、うん、それは感じますね、うん、うん、これをこういうことを感じてる方たくさんいると思いますから、やっぱりメリットもねたくさんね、はい、ありますよね、アシさんね、シャンプーですかラジオデーブ、メリットシャンプーかな、すごいな。ラジオデーブルルちゃんからです、はい、今日のテーマはみんなで考えよう第1弾、なぜ家にいると喧嘩になるのということで、うん、どんな人とでも長い時間一緒にいれば相手の嫌なところは見えてきます。特に相手の嫌なところって人間目につくんだよねと、うん、喧嘩になるっていうことは相手に興味や希望期待があるから、喧嘩すると無駄な労力を神経を使って疲れるよねといただきました。うん、確かに、なるほど、いいこと言ってますね。喧嘩になるっていうことは相手に興味や希望期待があるから、はー深いな。確かに、まあ言われてるうちが花だよみたいに言いますもん、ね、興味なくなったらもう言ってもしょうがないなってなるかもしれない。確かに。明日あれですか、何か。あ、メールが来たんですよ。はいはいはい、どうぞ。いいですか、どうぞどうぞ。おはようございます。おはようございます。群馬の魔人と申します。私も在宅勤務を強いられ、もどかしい毎日を過ごしています。はい。さて、喧嘩の原因はお互いのストレス。ステイホームとはいえ、庭先でまたベランダで体を動かしましょう。一方通行のパチンコ自慢。納豆配給等々ナイスアイディア。さすが、アシ師匠。魔人さんからいただきました。あのね、アシさん関連だとね、もう一つ来てまして。あ、本当ですか。そう、魔人さんありがとうございます。魔人さんに続き、はい、桃の父さんと桃ちゃん5歳からいただいております。はい、娘がルナパークでアシさんに会ってから、アシさんのことが大好きになりました。わ、ありがとう桃ちゃん。ルナパーク行けないから関アシに会えないねと残念がっていたところ、はい、ラジオ番組にアシさんが出演していることを知り、今日は初めて番組を聞いています。ありがとうございます。アシは元気です。娘は関アシの声だと嬉しそうです。わー、桃ちゃん、またルナパークで会えることを楽しみにしています。そんな桃ちゃん5歳から、はい、関アシに会いたいです、ルナパーク行きたいよと。うわー嬉しい、俺も行きたい、会いたいよ泣いちゃうわ。本当にね、子供たちに会えてなさすぎて、うん、逆に足も会いたすぎるんですよ、うん、あと子供依存症じゃないけど、うん、元気かなっていう、ちょっと子供たちのわちゃわちゃした声聞きたいなっていう。だからオープニングでなんかもうお家にいることがいいって、うん、ね、それはもちろんいいですけど、うわ、これから閉じこもらないでね、就職してもっていうこと。なんてこった、いや嬉しいな、これは嬉しいですね。そしてラジオネームね、ハワイのママちゃん、はい、なぜかしらママがすぐお口が次から次へと話すからうるさいと思われているのかもとね、ご家族の方に思われてるんですかね。うーん、ママちゃんのねこう喋り方だったらそんな風に思えませんよね。うーん、風邪ひき小僧の今たくさんから、はい、それは人間が動物で喧嘩したくなる本能だからだと思いますとか、はいはい、ダークナイトさんからは自分も一人暮らしだから家が一番平和ですよとか、うんうん、ラジオネーム深谷から来ましたさん、家にいると喧嘩になるのはこのご時世だからな、なおさらあると思います。みんな些細なことなんですよ。兄弟喧嘩なんかふざけ合っていてちょっと強くぶったぐらいで喧嘩に発展したり、うん、夫婦関係だったら旦那がゴロゴロしていて家事を手伝わないとかいろいろあります。こういう時だからこそ家族内でもいろいろと協力して絆を深めていきたいと思っていますといただきました。あ、いいメールが多いですね。そしてチョビンさんからです。はい、なぜ喧嘩をしちゃうのかしら、うん、それは甘いかな、うん、親子は特にねと、他人には我慢できても身内だとやっぱダメなのよね、
介護も一緒で、他にはね、他人には粘り強く我慢ができますが、親子だと元気だった親の姿が記憶にあるしね、落胆もありつつ怒ってしまいましたよ、では良い一日をと経験を話してくれました。はい、ありがとうございます。ね、確かにここ結構皆さんのメールからいただくと甘え、うん、やっぱ親しき中にも礼儀あり、明日のは何でしたっけ、礼儀あり中にも親しきありこれね、重要になってきますよね、はい、お家の中でね、あの常にいるからこそね、皆さんのやっぱりそういう心の距離もきちんとね、うん、考えていただけたらなと思います。はい、はい、さあ、そしてですね、前橋の七夕祭りが中止になったりとね、うん、いろいろバラ園の春祭り、春のバラ園祭りが中止になったりしていますがね、アシさん気持ちを落とさず。落としてないですよ私はいつも元気ですから。リスナーの皆さんにぜひ、はい、あのエールをいただきたいなと思います。いいですか、はい、リスナー、ラジオを聴きの皆さんに届けエール。みんなで今の時期を乗り越えましょう。今日も手洗い、うがい、マスクの着用、3つの密を避けてくださいね。本日の担当は磯日彩香と関谷でした。また明日お会いしましょう。さようなら、バイバーイ。明日はあーちゃんとのんちゃんの担当です。